暗示されていたのかもしれません。どうも皆さん、チャオモカです。ということで今回はスゴアクとハイタニ兄弟についてお話をしていきたいなと思います。まあ、このスゴアクの2人、川田兄弟に関しては昨日誕生日だったということで、前回の動画の冒頭でもこの2人の誕生日については触れていたわけなんですが、それに続いて本日5月26日はハイタニランの誕生日ということで、ハイタニ兄弟に関しては双子じゃないことはすでに明かされているので、今日はランの誕生日という風になってくるんですけど、っていうので昨日に引き続いて今日はハイタニ兄弟のイラストっていうのがツイートされていたわけなんですが、実は前回のスゴアクのイラストと今回のハイタニ兄弟のイラストっていうのは2枚で1つの絵になっているということで、まあスゴアクの2人とハイタニ兄弟の2人がそれぞれ銭湯に行っていたら、たまたま4人が同じ銭湯に来ているっていうね、そういった状況になっていたりもするんですけど、今回はスゴアクとハイタニ兄弟に関して公式ツイッターの方でツイートされたイラストに触れながら色々と考察をしていきたいなと思うんですが、まずはツイートされたイラストを見てみると、ハイタニ兄弟の髪型的には過去の状況になってるんですが、スゴアクの髪型がちょっといつの時代なのかがわからないんですよね。スマイリーの髪型を見てみるともじゃもじゃではないんですけど、まあこれが頭を洗った後とかなのであれば、もじゃもじゃじゃなくても過去の状況っていうふうに考えることもできるんですが、スマイリーとアングリーの会話を見てみると、スマイリーがこの後どうせ頭洗うのにシャワーキャップつけてる意味あるっていうふうに聞いてるので、この2人まだ頭を濡らしてないんですよね。っていうふうに考えてみれば、濡らしてないのにスマイリーの髪の毛がもじゃもじゃじゃないっていうところで、一体これいつのスマイリーなのっていうのが一つ疑問に残るところではあるんですよ。過去のスマイリーはいつでももじゃもじゃやし、未来でラーメン屋をしているスマイリーも髪の毛はもじゃもじゃなんですよね。髪の毛くくっているっていうのはあるんですけど、もじゃもじゃのまんまなんですよ。でもスマイリーが一度だけストレートヘアが描かれている時期っていうのがあって、それが血のハロウィンの後の未来で東京卍会の幹部会が描かれている時に、その時のスマイリーはストレートヘアで出てきてるんですよ。っていうので、このスマイリーが未来のスマイリーなのかっていうので考えてみると、そうなってきたらハイタニ兄弟の髪型と比べた時のちょっと違いっていうのが出てきてしまうので、一体これいつの年代なのかっていうのも少し気になるようなところではあるんですけど、まあ今回はその髪型とか年代っていうところではなくて、スゴアクとハイタニ兄弟それぞれについて話をしていきたいなと思うんですが、今回特に注目していきたいのは壁に描かれている絵なんですよね。スゴアクが着ている服の背中にも描かれている能面のようなイラスト、そしてハイタニ兄弟の入れ墨とか特攻服に描かれている雲と骸骨が壁に描かれているわけなんですけど、今回はこの3箇所から今後のこの4人について話をしていきたいなと思うんですが、まずはスゴアクということで、ここで描かれている能面はハンニャとコウモテになるんですけど、能面っていうのは表とも呼ばれていて、表に見せる顔をつけることで演者はその裏の暗闇の中に姿を隠すと言われているんですよね。でこのことをスゴアクのマークで考えてみると、左右逆になっているだけで、ただ単に半分半分になって描かれているようにも見えるんですけど、これ実はよくよく見てみると、スマイリーの方に関しては笑っている方の面、つまりこっちがコウモテになるんですけど、コウモテの中にハンニャがあって、アングリーの方に関してはハンニャの中にコウモテがあるような感じにデザインされているんですよ。スマイリーの方から見てみると、笑っているお面の方にヒビが入っていて、その半分に関しては完全に剥がれて内側のハンニャが見えているような状態で、アングリーに関してはハンニャの方にヒビが入っていて、半分に関してはハンニャの部分が完全に剥がれて内側のコウモテが見えているような状態になっているんですよ。でこれに関しては、笑顔の下の心は鬼って言われているスマイリーと、ブチギレ顔のエンジェルハートと言われているアングリーっていうところと完全に繋がっているようなところではあるんですけど、まずはハンニャに関して見てみると、ハンニャっていうのは仏教用語で仏の知恵っていう意味があるんですよね。仏の知恵とは様々な修行を積むことで得ることができる悟りだとされているんですが、知恵っていうのは世の中の真理を知ることを指す言葉で、時代によって変化しない普遍的なものを表し、時代によって変化する知恵とはまた別のものなんですよね。仏教においては人間は仏の知恵を授かって生まれてくるとされていて、生きていく上で生じる煩悩によって知恵を見失ってしまうらしいんですよ。そのため仏の知恵は学ぶものではなくて、自分自身の中にあるので、自分自身で気づくしかないんですよ。じゃ
それとアングリーの覚醒を考えてみれば、アングリーは泣くことによって青鬼が出てくるんですよ。つまりアングリーの中に眠っている鬼の部分がアングリーの泣くという行為によって目覚めてくる。アングリーの中に眠っている鬼の部分がそれによって出てくるっていうのがあるので、もともと表情に関しては常にブチギレ顔っていうふうに言われているので、アングリーの表情自体がハンニャとつながるようなところではあるんですけど、アングリーの中に眠っているハンニャの部分を泣くという行為によって自分自身で見つけ出す、それによって表に出しているみたいな、そういった風に捉えることもできるんですが、じゃあ気になるのはスマイリーの方ですよね。アングリーに関しては今後の展開で覚醒するんじゃないのかっていうことを以前の動画で話しているんですけど、やっぱり気になってくるのはスマイリーの覚醒ということで、スマイリーは覚醒することがあるのかないのかっていうところでいろいろとコメントをいただくわけですよ。アングリーの覚醒は関東事変で描かれていたけど、最終決戦でスマイリーの覚醒とか描かれないのかなみたいな、そういった意見をよくいただくわけですよ。じゃあこのスマイリーの覚醒がありえるのかありえないのかっていう部分で考えてみると、アングリーの覚醒っていうのは鬼が出てくるっていうのがあるので、その鬼っていうのは元々のアングリーの表情とリンクするような形の覚醒になっているんですよね。じゃあスマイリーのことで考えてみれば、笑顔の下の心は鬼っていうふうに言われているので、スマイリーって泣かなくても元々鬼なんですよね。泣いたスマイリーに鬼が出るっていうのはなんかちょっと違う感じがするんですよ。実はアングリーの泣いたら覚醒するっていう部分に関しては、ハンニャに繋がってくるような部分が結構あるんですよね。ハンニャのお面を見てみると結構怒っているような表情として捉えることができるんですけど、実はハンニャは怒りだけを表しているものではないんですよ。目から下の部分には激しい怒りが感じられるんですが、目から上の部分には深い悲しみが感じられるんですよね。つまりハンニャの顔には怒りと悲しみ、この両方が合わさった状態になっているんですよ。もともと怒っている表情であるアングリー、そのアングリーが泣くことによって怒りと悲しみですよ。関東事変の時に泣いていたアングリーっていうのは、八戒が殺されそうになっているっていう部分で悲しみの涙を流していたんですよ。っていうふうに考えてみれば、アングリーの覚醒は悲しみの感情と怒りの感情が混ざった時に起こるもの、つまりハンニャの表情が表している2つの感情が混ざることによって起こるのがアングリーの覚醒になってくるんですよね。でそもそも能面の表情は非対称な作りがされていて、曖昧な表情になっているんですよ。でこの曖昧な表情のことを中間表情っていうふうに言ったりもするらしいんですけど、先ほど話したハンニャのように怒りと悲しみっていうその2つの表情が混ざっている、つまり中間表情っていうふうになってくるんですけど、ちなみにこの能面の非対称な作りっていうのが陰と陽とも言われているらしいので、この陰と陽って部分に関してもね、最終決戦で繋がってくるんじゃないのかっていうことを以前の動画で話しているので、そことも繋がってくるのであれば面白いなって感じもするんですけど、アングリーの覚醒っていう部分から考えてみれば、鍵になってくるのがこの中間表情なんですよ。悲しみと怒りが混ざったことによって覚醒が起こる、それはハンニャの表情が表している2つの感情っていうので考えてみれば、まさにこの能面が表す中間表情こそがスゴ悪の覚醒につながってくるのではないのかっていうふうに考えることもできますよね。っていうふうに考えてみれば、スマイリーの覚醒、このスマイリーの覚醒の鍵が何なのかって考えてみれば、スゴ悪のマークに書かれているもう一つのお面、それがコウモテになってくるんですが、このコウモテに関しても実は2つの感情が描かれているんですよ。口元が笑っているので常に笑顔のスマイリーとそことはつながってくるようなところではあるんですけど、目元を見てみると悲しくて涙を流しているような表情としても捉えることができるんですよ。まあ、ただこのコウモテに関しては演者によっていろんな表情を見せることができる面ともされているらしいので、スマイリーの覚醒の鍵が笑顔と悲しみっていう風になってくるかちょっと微妙な感じはするんですけど、ただスマイリーの覚醒ももしかするとこの笑顔っていう元々の表情とプラスしてもう一つ別の感情、それが混ざることによって覚醒していくっていう、そういった可能性は十分高くなってくるのではないのかっていう風に思ったりもするんですよね。それこそまさにスゴ悪の覚醒、それが能面の中間表情っていうところに繋がってきているのではないのかっていうふうに考えることができるんですが、まあもちろん先ほど言ったみたいにコウモテが笑顔と悲しみの涙を表しているっていうので、アングリー同様にスマイリーも泣くことによって覚醒するっていう可能性はあるんですけど、ただそうなってしまったら泣きながら笑いながら戦っているっていうふうになっちゃうので、ちょっとそれ狂ってるだけじゃねっていうふうになってしまうので、なんかそんなスマイリーはあんまり見たくない感じもするんですけど、狂ったように泣きながら笑ってるとかなったらね、まさにあの日のサンズがちょっと思い浮かぶようなところではあるんですけど、スマイリーがねもしかすると泣きながら笑いながらふざけんなボケみたいな言いながら暴れ出す時が来るっていう、そういった可能性も一つとしてはあるかもしれないん
ですけど、それというよりはまた別の感情ですよね。アングリーのような泣くっていうのとはまた別の感情でスマイリーの覚醒が描かれるっていう、そういった展開も十分あり得るのではないのかっていうふうに思ったりもするんですよね。そして続いて灰谷兄弟ということで、灰谷兄弟に関しては骸骨と雲ですよ。まあ、この骸骨と雲っていうところに関しては入れ墨の中に雲とドクロが描かれていたりとか、特攻服にもドクロがデザインされていたりもするんですよ。で、先ほどの般若という部分でも仏教につながっていたんですが、まずはこのドクロっていうものと仏教っていうので考えてみると、仏教においてドクロは無常、つまり永遠に不変なものはないという真理を表すシンボルになってるんですよね。大乗仏教を信仰する人にとってドクロを身につけたり身近に飾ることは、人間に生まれ変わることが動物に生まれ変わることや地獄に行くことに比べてとても貴重なものであるということを連想させるらしいんですが、このことからドクロは人の命の大切さを連想させる縁起のいいものになっているんですよね。で、今回は蘭の誕生日なので蘭をメインに話していくと、蘭に関しては各長が裏切ることによって蘭も裏切ってくれるんじゃないのかっていうことをだいぶ前から言っていたんですが、今回各長が竹道の味方をしているっていう展開があるので、各長がこのまま竹道側についていくっていう展開があるのであれば、蘭も各長と一緒に竹道側に来てくれるっていう、そういった展開も十分あり得るような展開にはなってきたのかなっていうふうにも思ったりもするんですが、それこそ蘭は余力を残しているような状態で道屋にリタイアしているので、ここから再び蘭が動き出す可能性も十分あり得るんですよね。で、今回話しているドクロが命の大切さを表すものだとすれば、サンズが今列車を暴走させて関東卍会を含めて東京卍会のみんなの命を奪おうとしているんですよね。で、しかも竹道が見ていたビジョンの中では関東卍会のメンバーたちもその被害を受けているっていうので考えてみれば、蘭はまだ意識がある状態で気絶はしていなかったので、その場から逃げ出すことっていうのは可能なんですけど、林道に関しては完全に気絶していたんですよね。っていう風に考えてみれば、あの列車の暴走に林道が巻き込まれてしまう可能性っていうのも十分あり得てしまうんですよ。でももちろん蘭からすれば林道が巻き込まれることを絶対に止めたいはずなので、命を大切にするっていう部分も含めて考えてみると、サンズが暴走させようとしている列車、それによってみんなの命が奪われるのであれば、それを止めるためにランも協力してくれるっていうところもこのドクロから連想することができるんですよね。そうなってくれば各長は今からサンズと戦おうとしているわけなので、各長とサンズがぶつかっている状況をランが目撃すれば、そこに参戦してくれるっていう可能性も十分あり得るんですよね。そもそも三天戦争ではランとサンズが戦っていたっていうのがあって、この二人の戦いに関しては決着がついていないんですよ。この二人の決着がつく前にマイキーがサウスを殺してしまったっていうので、その時点で三天戦争が終わっている。だからこそサンズとランには決着がついていないっていうのがあるので、ここの二人の決着がこの最終決戦の場で描かれるっていう可能性も十分あり得るのではないのかっていうふうに思ったりもするんですよ。各長とサンズが戦っている、その場面を目撃したランが協力してサンズと戦ってくれる、サンズ対ランになってくるっていう、そういった展開も十分あり得るような感じはしますよね。そうなることによって竹道と各長の手が開くわけなので、そこで二人がもう一回戦い出すっていうのではなくて、ランがサンズの相手をしてくれるから、竹道と各長はこの戦いで死者を出すわけにはいかないから、竹道と各長が協力してマイキーを倒しに行くっていう、そういった風に進んでいく可能性もあるし、ただサンズに関しては千住とのこともあるので、サンズと千住が再びぶつかるとか再び喋る展開が絶対にあるはずなので、千住が再び起き上がった時にランとサンズが戦っている場所に千住も来るっていう可能性もあれば、もしかするとランがサンズがやられかけている時に千住がランの前に出て、そこからは千住対サンズ、その続きが描かれるっていうね、そういった可能性もあるのかなっていうふうに思ったりもしますけど、もう一つの雲っていうところを考えてみると、今回描かれている雲は蜘蛛の巣を張っているんですよね。で、実はこの蜘蛛の巣が張られるっていうのは幸運の前触れとも言われているんですよ。で、さらに蜘蛛のことが気になる時っていうのは何かの準備を促しているっていう意味があるらしいんですよね。つまり近づいてきてる幸運に対する準備をしておくっていう、そういった意味になってくるんですけど、ランと準備っていう部分で考えてみれば、先ほども触れたように最終決戦でランって余力を残した形で三ツ矢との戦いを終わらせているんですよね。で、さらにそこから多少時間が経っているので、少し休憩ができているような状態でもあるんですよ。っていう風に考えてみれば、ランがここから再び動き出せるっていう、そういった日にも繋がってくるようなところでもあるし、じゃあ動いていない時間帯ですよね。今描かれていない時間帯にランが何をしているのかって考えてみれば、まさしくそれが準備期間っていう風に考えることもできますよね。その準備期間が一体何なのかって考えてみれば、各長
長とともに関東卍会を止めていく準備。もちろん最初から蘭が関東卍会を裏切ろうと考えていたみたいな、そんなことはないとは思いますけど、先ほどドクロのところでも言った人の命を大切にするだったりとか、林道の命を守っていくっていう部分を考えてみても、このままサンズが列車を暴走させてしまったら林道も含めた全員の命が危ない状況になってしまうんですよね。それを止めるためにランも協力してくれるっていうのであれば、各長が今竹道に力を貸すことを決めた、その状況にプラスしてランも竹道に協力してくれるっていう、そういった状況につながってくるのであれば、今描かれていないランに関してはサンズを止めていく、関東卍会に歯向かっていくっていう、そういった準備をしている期間になっているのではないのかっていうふうに思ったりもするんですよね。っていうふうに考えてみると、このドクロ雲っていうところとか各長とのつながりっていうところからも、やはりランの裏切りっていうのも可能性としては十分あり得るのではないのかっていうふうに思ったりもするんですよね。はい、ということで今回はスゴアクとハイタニ兄弟についてお話をしました。ぜひこの質問やコメントがありましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。その他次の動画でお会いしましょう。